そして翌日の昼間に私は旅行から帰宅。ただいま、お土産買ってきたよ。夫に笑顔でそう言いながら居間に入ると何か違和感を感じた。私はすぐに気づいた。え？テレビが変わってる。私はつい先日ボーナスで大型テレビを購入したばかりだった。ねえ、私のテレビはどこ？夫に冷たく問いかける。夫は気まずそうにしながら、あげたと発言。はあ？あげたって誰に？私の名前は明美、28歳の会社員。夫の隆と賃貸マンションに2人で暮らしていて、子供はまだいない。私は最近、義実家の人たちに頭を悩ませている。義実家は私たちの家から車で10分ほどの距離。そのため、義実家の人たちはしょっちゅうアポなしでやってくるのだ。ちなみに、義父は他界しており、義実家に住んでいるのは義母と義姉。そして、義姉の5歳になる子供だ。義姉はつい最近に離婚したらしく、義実家に出戻っているそうだ。義姉はしょっちゅう甥っ子を連れてきては、私に無理やりに世話を押し付けてくる。子育ての経験がないのに、週末に一日中遊び相手をさせられ、クタクタ状態。翌日の仕事にも影響が出て本当に困るのだが、義姉は今後子供が生まれた時のために子育てを体験できていいじゃんと笑いながら言ってくる。そして義実家の人たちについて一番厄介だったのは、何でももらおうとすること。私たちの家に来ると義母たちは必ず何かを持って帰ろうとした。最初は職場でもらったお土産のお菓子とか、私の実家から送られてきた紅茶など、ほとんど消えるものだったので多少は嫌だなと思いつつも、別にお裾分けのような感覚だしいっかと容認していた。だがだんだんとその要求はエスカレートしていき、私が着なくなった服とか、1年ほど使っていない自転車とか、ちょっとずつ使えるものをねだるようになっていった。私が、いや売ろうと思えば売れるのでと断ろうとしても、売ったって大した額にならないよ、それよりも必要としている人がここにいるんだからちょうだいよと、ものすごい勢いで迫ってくる。夫も、まあ姉さんたちが今使うんならあげた方がいいんじゃないと同調するので、私は断りきれずにあげるしかなかった。すると義母たちはさらに調子に乗り始め、勝手に私のいないタイミングで家にやってきては、知らないうちに家のものを持って帰っていっていた。私のお気に入りのアクセサリーとか、愛用していたフライパンとか、買ったばかりの服とか。本人たちに注意しても全く反省する様子はなく、たびたび罪を重ねるので、私は大事にしているものはできるだけバレないところに隠すようにした。するとある日、部屋の中がまるで泥棒に入られたかのように荒れまくっていた。考えられるのは義母たちしかいない。私はもう我慢の限界だったので、夫に絶対に義実家の人たちを二度とこの家に入れないようにときつく言った。私はもしこの家に入れたら離婚も考えるからと釘を刺しておいた。夫は離婚だなんてそんな大げさなと笑っていたが、私が一切笑わなかったので、分かったよと了承してくれた。それからは家から何か盗まれると言ったことはなくなった。義実家の人たちが会おうとしてくるときは、私たちが出向くということで絶対に家に入れないようにしている。そんな風な生活を続けて、あっという間に3ヶ月が過ぎた。自分の家の安全が保たれているのがこれほど幸せなことだったなんて。それに甥っ子が走り回ったり物を散らかしたりしないので、とても綺麗な状態を保てている。だがそんな穏やかな生活も嵐の前の静けさだったようだ。ある日、私の身にとんでもないことが起こった。その日は私は高校の友達に前々から誘われていた温泉旅行に行く日だった。一泊二日のプランで、ちょっとリッチな旅館で豪華な食事と露天風呂が楽しめるもの。私は旅行自体は楽しみだったのだが、なんとなく嫌な予感がしていた。だから夫には念押しして、絶対に義実家の人たちをこの家に入れないでねと言っておいた。
そして少しでも不安を減らすためにクローゼットには鍵をつけ、大事にしているものは鍵付きの箱を用意してその中にしまった。あのたかり屋の人たちにはあらゆる対策をとっていても取りすぎることはない。とりあえずは万全の対策ができたかなと思い、私は当日温泉旅行へ。さすがにあそこまでしておけば何事もないだろう。私は安心しきって温泉旅行を楽しんだ。そして翌日の昼間に私は旅行から帰宅。ただいま、お土産買ってきたよ。夫に笑顔でそう言いながら居間に入ると何か違和感を感じた。私はすぐに気づいた。テレビが変わってる。私はつい先日ボーナスで大型テレビを購入したばかりだった。大画面でドラマや映画を見たいと思い、いろいろと調べて実際に家電屋まで足を運んで、ちょっと高かったがこれだという理想のテレビを見つけたのでボーナスを使って買ったのだ。ねえ、私のテレビはどこ？夫に冷たく問いかける。夫は気まずそうにしながら、あげたと発言。はあ？あげたって誰に？大体予想はつく。というかあいつらしかいない。で、姉さんたち。つまりあなた、お姉さんたちをここに入れたの？仕方ないだろう。久しぶりに遊びに来たいって言われて、甥っ子も来たがってるって言われたから。義母たちは私がいない間に家に来ると真っ先にテレビに反応したらしい。うわぁ、すごい大きいテレビ、どうしたのこれ？買ったんだよ、最新型のやつなんだ。義姉は終始うっとりしながらテレビを見ていたそうだ。これで YouTube とか流したら楽しそう。すると義母がありえない発言をしたという。このテレビすごくいいから私たちの家に置こうか。いいね、それすごくいいアイディア。私は夫の話を聞いてクラクラして倒れそうになった。それでハゲちゃったの？いや、最初は俺も断ったよ。だけど姉さんたち全然譲らなくてさ。子供にアニメとか大画面で見せてあげたいな。もうすぐ誕生日なのに、シングルマザーだから大したもの買ってあげられないだろうし。そんな風に情に訴えられ、夫は観念してあげると言ってしまったらしい。そして車で義実家にテレビを運んだとのこと。ありえない、私が買ったのよ。でも夫婦のものだろ。家族にあげて何が悪いんだよ。逆切れする気？もう話になんないんだけど。とりあえずテレビ取り返しに行くよ。ちょっと。私は夫の首根っこをつかみ車に乗せて義実家へ。義実家のピンポンを何度も鳴らす。はいはい、どなたですか？あけみさん、どうしたの？いきなり来て。いつもいきなり私たちの家に来る人たちがよくそんなこと言えますよね。まあそんなことはいいです、上がらせてもらえますね。あ、ちょっと、たかし、どういうこと？いや。夫と義母のやりとりを無視して私は居間へ。するとそこには義実家の居間に全く似合っていない大型のテレビが置かれていた。しかも前のテレビ台と合わないのか、地べたにそのまま直置きされている。私は義母の方を向き、私のテレビ返してくださいと言った。ああ、テレビのことで来たの？ちょうどよかったわ、テレビ台が合わないから新しいの買ってくれる？この人は本当に頭がいかれてるのか。あの、話聞いてました。私はこのテレビを返してもらいに来たんですよ。それは無理よ。だって娘も孫もこのテレビとても気に入ってるんだから。お姉さんはどこにいるんですか？今はちょうど買い物に行ってていないのよ。そうですか。まあいいです。とにかくテレビ返してください。だから無理だって言ってるじゃない。これはれっきとした泥棒ですよ。そんな大げさな、家族間で欲しいものもらって泥棒だなんて。母さんもそう思うだろ。明美は大げさなんだよ。このテレビがそんなに気に入ってるんならまた買えばいいじゃない。
はい？このテレビいくらしたと思ってるんですか？そんな簡単に買えるものじゃないんですよ。息子の稼ぎがあれば何の問題もないでしょう。はあ？この人は何を言ってるんだ。私たちはね、私の年金と娘が元夫からもらってる養育費と息子からの仕送りで暮らしてるのよ。少しくらい恵んでくれたっていいじゃない、家族なんだから。もうこの人たちには何を話しても無駄なんだろうな。テレビを取り替えそうにもこのサイズを一人では持って帰れない。夫が義実家サイドにいる以上私が不利だ。テレビくらいでそんなカッカするなよ。家族仲良くしていこうぜ。この夫の発言で私の中で何かが切れた。そうね、残念だけど持って帰るのは諦めるわ。わかってくれてありがとう。それじゃあテレビ台買ってきてもらえるかしら。ええ、わかりました。ちょっとサイズ確認しますね。そう言って私はテレビを思いっきり倒して今のテーブルの角にぶつけた。おい。テレビは画面がビキビキに割れ使い物にならない状態となった。あなた何してるのよ。すいません、手が滑っちゃって。私たちのテレビが。ああ、それなら今私たちの家に置いてあるもともとお母さんたちのテレビを持ってきますよ。するとそのタイミングで義士が帰ってきた。義士は壊れたテレビを見て発狂した。なんでこんなことになってんの？すいません、私が倒してしまいました。弁償しなさいよ。そうよ、弁償よ。そう言われましても、私このテレビ買うのにボーナスを使ったので私のお金では買えないですね。だからたかしさんに弁償してもらうしかないかと。はあ？なんで俺が買わなきゃいけないんだよ。だって私は今払えないんですもの。そしたら家族である夫に払ってもらうしかないですよね。そんな無理な理屈が通るか。へえ、無理な理屈って分かっていながら私のものが勝手にこの人たちに取られても容認してきたってことね。それは太一、私は今度お母さんたちを家に入れたら離婚だって言ったよね。本気で言ってるのか。もうこんな人たちとは家族でいるなんて私には耐えられないわ。離婚してちょうだい。ちょっと待てよ。こんなテレビなんかで離婚だなんて。じゃあそのテレビなんかを買ってあげればいいじゃない。仕送りするほどの稼ぎがあるんだから。あけみ。夫がすがってくるような目線を送ってくるが、私は無視した。義母と義士は勘違いしているようで、そんな女とは別れてしまえと私の離婚発言に乗ってきた。いや離婚は。とにかく今後のことは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って義実家を後にした。そしてすぐに両親を呼び、一緒に荷物を運ぶのを手伝ってもらった。後日夫から離婚は考え直してくれと連絡が来た。そして義母と義士からも謝罪の連絡が来た。どうやら夫が全て話したようだ。私の方が夫の倍近く収入があること、そして義実家への仕送りも私の給料から出していたこと、自分たちの援助がなくなると分かった途端、義士たちは手のひら返して私にすり寄ってきた。だが私は一言、私の金を当てにしてないで働いて身の丈に合った生活をしてくださいと言い、義士と義母を着信拒否。夫に関しては弁護士がプレッシャーをかけてくれたようで、最終的に離婚届にサインしてくれた。結婚生活中に取られたものは夫が勝手に許可してあげていたものが多く、やはり窃盗で訴えることはできなかった。私はそれが薄々分かっていたから、あえてテレビを壊してやったのだ。あの時の義母と義士の慌てた顔は今思い出しても笑える。ちなみに私の仕送りがなくなったことで、元義士はパートをせざるを得なくなったそうで、この前たまたまスーパーで働いているのを見かけた。だがほとんど働いたことがないのだろう。先輩のベテランのようなおばさん店員にものすごく怒られていた。本当にいい気味だ。元義母に関しては元義士が働きに出ている間、孫の面倒を見なければならなくなり、
ある日、お馬さんごっこをしたいとごねられ、それに応じたところ、ぎっくり腰をやってしまったそうだ。元夫から、そんなわけで助けてほしいと LINE が来ていたが、あんたが介護してやればいいだろうと返事をし、ブロックしてやった。一方、私は単身者用のちょっといいマンションに住み始めた。物を盗まれる心配もないので、気に入った家具や家電を買い揃えて、理想な部屋にすることができ、とても快適に過ごしている。最初の結婚でつまずいてしまったが、まだまだ若いので仕事に打ち込みながら恋愛もどんどん積極的にしていこうと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。